どうも、マシです。久しぶりの動画撮影してみました。ちょっと時期も時期ということでマスクをつけてでの動画なんですけど、この感じだとまだまだ続きそう。家でできることないかな、と考えた結果、家でマスクを作ってみました。家にいらなくなったもんとかで作れたらいいかなと思いますし、なんか実際スーパー、まあ、いろんなところ行ってもマスクが売られてないところもあるらしいので、僕も実際もう全然マスク持ってなくて、ちょっとやってみようかなと思いました。実際に何を使うかというと、こちらソックスですね。え？マジ？って多分思うとは思うんですけど、僕もこれなんか動画で見てはすごい面白いなと思ってやってみようと思ったんですけど、やっぱり靴下ってすごい消耗品で、使っていく段階で穴が開いたりとか、ちょっとゴムが緩くなって履けないとかあるとは思うんですね。ってなった時に、僕の場合でもちょっとかかとがもう見えますかね、破れかけで、もうこれ履けないソックスなんで、まあ、おすすめとしてはもういらなくなったやつとかでやってもらったらむちゃくちゃいいと思います。それでは実際にどうやってやるかというと、ここの下を切ってもらって畳んで切るだけで作れるんですけど、実際にどんな感じで作るのかやってみましょう。はい、それでは実際にやっていきますね。まず一番最初に切るところはここですね。切ってます。これがまず第一段階ですね。次第二段階がここですね。切って1枚の、今長方形ですけど気持ち正方形にする感じですね。ここからサイドに切ってかけてください。こんな感じですね。したらこんな感じになります。こっちでもいいし、気持ちこう伸びるんでこっちの方がいいかな、こっちの方がいいか、こっちでやりますね。ここに穴開けたいので1回折って2回折ります。2回折った外側ですね、こっちじゃなくてこうペラペラってなってる方のここですね。ここがちょうど真ん中なので、ここの真ん中でこう切っていきたいと思います。こんな感じでちょうど穴が作れます。って時に、まあどっちでもいいんですけど、気持ち、ここが顎に来るってなったら、ここの端っこは切ってあげた方がいいです。こうですね。大体でいいんで、斜めに切ってあげると、実際に使用した時に使いやすい。こんな感じですね。どんな感じになるか楽しみですね。それでは試着してみます。はい、完成しました。すげえ。これほんまに今初めて作ったんでどうなるか分かんなかったんですけど、全然ここにもかけれるぐらいやし、まあすごいフィット感ほんまないですね。なんかでもほんまにこれはおしゃれは、まあ、もちろんですけど、目的としてはやっぱり予防なんで、マスクがほんまになくて、でも外に出たい、スーパーに買い物行きたいとか、どうしても出ないかん時に、最低限できることってやっぱマスクつけることで、もう買えないってなって、高額なやつを買うっていうよりかは、こういう感じで、いらなくなったやつを、まあ、使えたらいいですし、むしろなんかちょっとマスクだけでも、気持ちおしゃれしてみたいなってなったら、
やってみてもすごいいいと思うので、もう僕のやつすごい短かったんで、まあ、パツパツですけど、ここが気持ち長いやつとかの方がゆとりはできると思いますね。いやでもなんか使っていくとやっぱり普通のマスクは紙なんで、こういうソックスに関しては布なんで、気持ちジャストぐらいの方がこう伸びるんかなって思うんで、ジャストぐらいの方がいいと思います。すごいここしみたいになってますね。やってみてください。チャンネル登録の方お願いします。ありがとうございました。